早速ですけれども、こちらの映像に文字を入れていきたいと思います。ブラウザの、文字を、基本タイトルですね。基本タイトルを、こちらの映像に入れていただきますと。この基本タイトルの文字を、大きくしていきます。サイズは、まあ、200ぐらいですかね。で、中心に持ってきていただいて、ボールド。で、文字の間隔を少し、まあ、もう少し大きくしましょうか。で、まあ、テストしましょう。テスト。で、この文字のブレンドモードの標準ですね。ブレンドモードの標準をステンシルアルファ。ステンシルアルファにすると、後ろの映像を文字が切り取るというような形になります。で、こちらの映像にも同じように、コマンド C、コピーですね。で、コマンド V でペーストしていただいて、また同じように、すると、こうなりますと。で、このクリップをコピーして、コマンド V。で、このクリップをですね、新規複合クリップというところで、クリップを作成すると、このクリップ、これがクリップになるんですけど、上に上げてもらうと、このような形になります。ステンシルアルファにすると、後ろの映像がこう文字に乗ってくるので、結構文字をこう目立たせたい時とか注目させたい時に使うと結構便利かなと思います。本日も動画を見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。